はい、どうもピッチピッチなテクタンと申します。ポケモン盾実況プレイパート41始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回は試練その1ということで、あーなんか始まっちゃった。ホタテ人メンゴメンゴー、いやかわいいホタテちゃん。チミだけ鎧、自慢来たばっかじゃね。どういう場所に大キノコがありそうか見当もつかないだろうし、散歩がてらちょっと道案内しちゃうよ。キノコ探しつつディグダ探しつつ、ただこれってあれじゃない、ナンパみたいな私のこと、テク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 、私のこと。普段はこの集中の森に大キノコいっぱいあるんだけど、集中の森、この前欲張りその大群がやってきて食べ尽くしちゃってね。向こう、森の向こうの洞窟、鳴らしの洞窟ならまだ大キノコ残ってるかも。キノコ何個やったっけ、3個やっけ。森は迷いやすいから気をつけていくんだよ。じゃ大キノコ狩りよろぴくね。へいへい、うちのうち地方、他の地方から来てんけど、ガラルのポケモン探してんねん。君ってガラル地方のマタドガス持ってへんかな。うちの地方のマタドガスと君のマタドガス交換しよう。いいよいいよいいよ。え、ガラルのドガースはおらへんの？もう交換しちゃっていいかな、ガラルドガース。別におらへんのか、ガラルドガースはおるわけじゃないんやね。オッケー、じゃあもう交換しちゃう。係長ちょうだい。あ、めっちゃ探しててん。ほんまに交換してくれるん？いいよ。なんかエセ関西弁みたいな感じの喋り方してるの。さあ来たよ。マタドガスが送られてきた。マタドガス可愛がってあげてね。めっちゃ嬉しい。この子大事にするわ。地方によって違う姿のポケモンおったりするから、ポケモンってほんま不思議やんな。またポケモン交換してな。あー、何だ、誰誰誰、可愛い気がする。虫か、鼻カマキリ。え、結局洞窟行くんやんな、今から。あ、これって穴掘り違うな、ポケモン取れんの。私は人呼んで掘り出しマダム。掘り出し親父には会った？私のパートナーなの。相方、相棒のスコップ、マイスプーンで穴掘りとスリルを楽しんでるの。あ、ありがとう、鎧鉱石。いえ、でも、あなたは鎧鉱石をそのまま受け取ることもできるし、それを元手に穴掘りして鉱石を増やすこともできるのよ。ただし、掘ってる途中でマイスプーンが壊れたら、あなたの取り分はゼロ。レポートを書いてもらうけど、あなたがスリルを求めるなら、あー、まあ結局は穴掘り兄弟と一緒ってことね。うん。さあ、行くわよ。1個掘り当てたわ。鎧鉱石は2個あなたのものに。やめとく。え、これまた挑戦できるんかな。どうなんやろ。それじゃあまたどこかで。あっ、消えちゃうんや。もっと掘ってもらえばよかった。アヘラクロス、キラキラしてる。白ボングリ、あー、ボングリやった。見つかってる。こっちには大キノコはなさそうっす。方向感覚を研ぎ澄ませねば洞窟にあるらしいよ。リグダを探してるんやけどな。リグダ、あれモンスターボード奥に大きなキノコ、これじゃないもんね。チャーリー乗らないけへん感じ。洞窟どこ、誰誰、ダリガニおったし。うわー、技レコード、なんか、モジャンボ？なんか、やばそうなやつが おるんやけど。左ガニは、ヒガニかな？置いて、置いて。え、洞窟どこどこ？ヘラクレス、ヘラクロス。ヘラクレスオオカブト。ポケモンちゃんはね、ちょっととりあえず、また、じゃなんです。あら、もんじゃら。モニイタモンザラミニールウーバンリキ、モルフォンカメール、あれ？モルフォン。おこりざ
る。しまった。奈良市の洞窟はこっちではなかった。こっちじゃないの？かわいい花が踊ってる。かわいい。奈良市の洞窟にキノコがあるってことを知ってるんか、あの人は。そう、まずいぞ。どこ奈良市の洞窟？君キノコですか？大キノコですか？ディグダ全然おらへんくない？この辺におらへんのかな？早く洞窟行きたいな。うかな。ちょっとこのフィールドをねずっとうろうろしてると寄っちゃいそうやから、早いとこなんか洞窟に行きたいんやけど。洞窟どこです？モンジャラさん。はい、200ワットん？こっち？ん？洞窟どこ？どこどこどこ？ちょっとマップ見てみる？マップ見てわかるかな？あ、奈良市の洞窟結構北の方やね。オッケー。これ方角ってわかるっけ？今どっち向いてるとかって。なんかわからなさそうやな。目的地そこなんやけど。北、どっちが北？こっちが海やから、さっきの方向が海やから、多分さっきの方向がこの道場の、まあ、こっちの、この辺。うん、この辺が見えてるんよね、おそらく。ってことはもっとこっち？意外と遠そうなんやけど、奈良市の洞窟。全然方向違うんかな？こっちのもっと、もっと奥に行かなあかん感じ？オッケー、任されよ。あ、ディグダおるやん。え、これディグダやね。こっちが？ディグダ！残り7匹。まあ、残り7匹って言っても、このフィールドに残り7匹ってことやから、他のフィールドにはたくさんいるんですけどね。とりあえずどん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 奥の方に進んでいく感じにしてみる。この橋も渡っちゃって、あ、なんか行けてる気がする私。あー、丹田平野行ってる？行けてる私。あ、進んでる。いいよ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 、奥さん。あ、ケンタロス、ラッキー。ミュータンク、サフリ、あ、登っちゃっていい？チャレンジロード。え、チャレンジロードって登らなあかん？違うやん。チャレンジロードロード登らへんやん。バイバイ。こっちではなく、どっち？牛さん？牛元気？あ、ちょっと岩に引っかかった。こっちの下の方から行く感じか。あ、牛さん。怖い。牛めっちゃおるやん。怖い。え、もういっぱいおる。なんか、サファリパークみたい。サファリゾーンみたい。あ、これですね。これですね、洞窟。この辺とかディグダおりそうに見えるんやけど、鳥。あ、誰ですか？ワトニーさんですか？こんなところにトレーナーとは珍しい。俺は掘り出し、あ、親父？穴掘り兄弟は知ってるか？あいつらのパパさんだ。え、あんま変わらなさそうに見えるんやけど。そいつをくれたら自慢の出っ節でバリバリのワットを掘り出してやるで。ワットはいらん。鎧鉱石の方が欲しいんやけど。あ、ガルーラ。ここにキノコがあると聞いてきたんです。なんかディグダも言いました。残り2匹。あ、あれちゃん、あれキノコ。明らかになんかキノコみたいなのが見えるんやけど、太い骨。キラキラもいっぱい落ちてる感じするね。これキノコでしょ、これ。取ります。少々待ちたまえ。誰？あー、来ました。アイボリーみたいな人。セイボリー。やはり複数の大キノコがにょっきりです。その大キノコは私のエスパーパワーが先に存在をキャッチしております。え、でも私が先に着いたで。早い者勝ちのルールにのっとり、私に譲るべきです。譲らない。
ふん、やはり聞き入れませんか。あなたは目障り極まりない。当然突然道場に現れ、若くも実力も備わっている。私の行く手を阻むのならエスパードで吹っ飛ぶ。ルルルル私には向いてなかったね、この人のキャラを演じるっていうことは。まあ、こっちね、ゴースト技をいっぱい持ってるんで、そろそろはっきりさせましょう。どちらが上かね。なんか変な人になんか絡まれちゃったな。まあ、レベルは高めですけど、こちらのシャドーボールでいけると思うんですよね。くっこしゃくな、その技はもう禁止です。禁止言われてもさ、効果抜群の技ないから使うよ。何回でも使うよ。お、いいですね、めぐみちゃんめっちゃ上がるやん。成長覚えた、宿り木の種覚えたい。するのもちゃ今んとこ覚えときたいな。めぐみはちょっとね、技しっかりちょっと見ます。はい、めぐみは宿り木の種進化するかな。葉っぱカッター、葉っぱカッターいいですね。葉っぱカッター、うん、つるのむちを忘れて葉っぱカッター覚える。まあ、こんな感じよね、大体。不思議だね。はうん、毒の粉、毒の粉も欲しいな。成長がいらんかな。はい、保管。いっぱい技覚えますね。そら62の、おお、眠り粉も欲しいな。泣き声どんどん元あったね、技を忘れていく感じね。鳩サブレもレベルが上がり、トリトンもレベルが上がり、次が、ユンゲラー。ユンゲラー、ユリゲラーね。禁止割れたけど出るで、シャドーボール。何、奏でずないな最強のフルパワー、なんちゃらかんちゃら。今一つじゃない。なんかこう見るとユンゲラちっちゃく見えへん。そんなことないかな。はいはいはい、めぐみがいっぱいレベル上がりました。また技覚えるかな。種爆弾強そう。種爆弾威力80、すごいね。葉っぱカッター忘れてもいいんじゃない。威力55やったら、全然忘れてもよくない。いいやん、いいやん、いいやん。種爆弾、ソーラービームもそのうち覚えたい気もするけど、ソーラービームね、2ターンかかるしな。この森、この森もエスパーあるんだね。飛行エスパーみたいな、なんすか。私は弱くない。私は負けない。まあ、挑んでくるのはなんていうかね、まあ、勇敢でいいとは思うんですけれども。あとなんかこう普通にポケモン勝負したら、いや、そんな敵意むき出しにせんでも、嫌い、私のこと嫌い。そんなにシャドーボール強ない。めぐみ絶対進化するやん。あ、突進か。突進ね、私好きじゃないんですよね。自分もダメージ受ける、しかも命中も結構低い。とりあえず不思議そうにはなりそうやね。不思議そう。私のプライドがサイクプレイクですが、にぎやかやな。めぐみの進化でも見ていく。なね、おや、めぐみの様子が不思議そうってボイスがあるのやね。かわいい、まだかわいい。あんな不思議そうって不思議だねと見た目変わらへんもんね、昔から思ってるけど。種ポケモン、太陽の光を浴びるほど体に力が湧いて背中のつぼみが育っていく。あ、あなたも進化します。ハトーボー、ハトサブレ、何になるんやったっけ。ケンホロー、ハトサブレはケンホローに進化した。たくましい、たくましそう。はい、プライドポケモン。あ、そうなんや、プライド高い。賢い分プライドも高い。あ、嫌やな。ケンフォローのトレーナーになればみんなに一目置かれるよ。そうなん、置かれるよって。おすすめされても。そっか、一目置かれる存在になるか。くっ、なぜ勝利をつかめない。私に何が足りないと。
今回はあなたに譲ります。私はよりエレガントな大キノコを探しますから。セイボリーテレポート。これでキノコ取れるわけね。大キノコを3個手に入れた。うん。あ、電話電話？洞窟内でも電波あるんですか？もしもし？ホタテちゃん。修行の調子はどう？余裕！え、もう大キノコ3個見つけたの？他の子たちにも聞いたけど、ホタテちゃん一番上がるよ。さすが期待の新人ちゃんだわね。お鍋の用意しとくから、怪我に気をつけて、元気に帰ってくるのよ。イェーイ。まあ、ここをいっぱい探検したら、またいろんなポケモンがいたりするんよね。あ、ディゴだ、ディゴだ、ディゴだ。ディゴだちゃん。あと一匹。オッケー。またそれは探しましょう。ここの洞窟にはそんなにおらへんでね。かわいいサンド。さて、空を飛んで帰りたいんやけど、これね、道場に、ハトタクシーが、ハトタクシーじゃない、何だっけ。あ、いてくれるわ。青ガラスタクシー。空飛ぶタクシー。アーマーガータクシー。ハトタクシー言うちゃうよね。あ、鍋用意してる。みんなどうしたん？全然ないよって、愚痴漏らしてるんかな。ホタテチン、イエーイ、おかえり。大キノコゲット、おめでとう。二つ目の修行クリアだよ。後ろの顔、顔めっちゃなんかじと目で見てるやん。他の門下生はみんな森で迷っちゃって、大キノコ見つけるどころじゃなかったみたいだね。ホタテチン以外のみんなは残念だけど不合格かも。さて、とりあえず腹ごしらえ、大キノコで大スープ作ってもらおうよ。これ人が飲んでも大丈夫なんかな。なんか変な病気になりそうじゃない、キノコやし。みんな鍋食べたいな。うん、味付けは完璧。あとはあんたが持って帰った大キノコを入れるだけね。見せそうか。しばしお待ちください。セイボリーちゃん、どうしたんだい、そんなに息を切らせて。はあはあ、キノコ見つけてきた。私も大キノコを手に入れました。ほんまにそれなんかヤバいキノコやったりせえへん？毒キノコやったりせえへん？おお、さすがセイボリチン、よく頑張ってね。二つ目の修行、二人目のクリアだよ。うっ、私やりました。頑張りましたとも。この人何歳なんやろ。もう泣くんじゃないよ。おめでとうね、セイボリちゃん。師匠ミセス、おかみ、初めてわがままを聞いてください。その大スープには私の大キノコを入れていただきたい。私の努力の味を皆さんに感じてほしいのです。セイボリーちゃん、ふっ、そんなのお安いご用さ。でもあんたがわがままを言うのは全然初めてじゃないよ。何回も言ったことあるのね。ミセスおかみ、というわけでさ、ホタテちゃん悪いね。今日の大スープはこの子の大キノコを使わせてあげてよ。こんなに真剣なの珍しくてさ。まあ別にいいよ、また私のやつでも作って、ね、もふもふちゃんに食べさせてもらえればそれで良いので、好きに使ってくれていいからね。でも確かに好きに使える方がいいよね。あの鍋いいな、なんか可愛い取っ手の部分、持ちやすそうやし。修行のクリアに変わりはないから安心してよん。大キノコ3個、もう受けちゃったね。え、なんかやばい色出てるやん。辛そう。鍋式思考よ、焦げるで。はい、お待ちどうさま。マスター道場名物、大スープだよ。なんか、ライスもください。スープだけじゃお腹膨れないんで。いただきまーす。ちょ、中身見せて。お皿きれい。そういえば詳しく説明してなかったね。マスター道場の大スープを飲むとね、体の奥からダイマックスの力が湧いてくる。みたいなことは人間が飲んでも起きないよ。びっくりした。ただし特定のポケモンが飲むと別ね。可能性を秘めたポケモンが飲むと、ダイマックスが特別な姿、巨大マックスに変わるよん。今度からキッチンにスープ係を立てておくから、あ、この人が作ってくれるの？大スープが必要になったら自由に作ってもらいなね。コンソメスープがいいかな。でもお味噌汁がいいな。キノコのお味噌汁好き。おっす。それでは改めて、みんな二つ目の修行お疲れちゃん。あーど、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。スープの中身見たかったな。
あ、ホタテチン、後でワシちゃんの部屋にかもね。え、誘われてる。やだやだ、ドキドキ。おじさん、修行クリアしたものはウヌとセイボリーの二人か。争いの足音が聞こえるぞ。入門したばかりで、次々と修行クリア。さすがセイボリーくんがお出迎えした逸材。セイボリーはさ、なんで私をお迎えしたかったんやろね、最初。大スープ美味しかったね。自分よりなんか弱い人が欲しかったんかな。集中の森でずっと不死出に追いかけられたっす。不死出がおるんね。キャランバン。ベシベシ。かわいい。にっこりしてる。かわいい。このツンとした顔やのにさ。話しかけたら。え、かわいい。入門、あ、この人喋りかけたね。ここには入っちゃダメ。この先は神聖なバトルコートです。いつかここで戦うんか、多分ダイマックス、巨大マックスもできちゃうんやろね、ここ。あー、そういえばそうやった。この人、その人やった。まだちょっと待ってね。戦闘中ポケモンに大キノコを食べさせると結構すごいらしいっすよ。そんな使い道もあるんや。どうなるんやろう。ねー。にゃにゃにゃー。かわいい。違う違う違う、君じゃないよ。この女の人。限られた大キノコを競い奪い合う。さっきの修行、実はなかなかえぐいっすね。もう一生取れへんのかな、大キノコ。どうなんやろう。スープ係、選ばれなくてラッキー。なんで？師匠に呼ばれてるんでしょ？早く行ってあげないと。料理が苦手とかなんかな。スープ係のあの子、料理の腕は抜群よ。みっちり特訓したからね。じゃあよかった。美味しいスープでないとね、嫌やもんね。とりあえず回復して、あ、セイボリーさんどうしました？あなたも師匠に呼ばれ、集いし者ですか？そうなんです。あの、ポケモンのなんか紫のぶら下がってたのってなんなんやろ？鳥が止まるとこなのかな？ホタテチン、セイボリチン、集まってくれてありがちょー。師匠から話があると伺い、長谷さんじましたが。それね、君たち二人には、マスター道場三つの修行。じゃじゃん。ファイナルラストアルティメットザサード。何？ファイナルラストアルティメットザサード。最後の最後の究極の3番目。なんか、あんまりなんか中身の詰まってない単語っていうか、あれ感じの文になってるよね。受けてもらうよ。ファイナルラストアルティメットザサードですと？ここ突っ込む？何ですか？つまり最後の修行という意味ですね。あ、うん、そうね。この二人しか、あれなんやな。挑んだらあかんのか。そっか。クリアしたものだけが次挑めるっていう、そういう感じね。第二の修行をクリアできたのは、チミたちだけ。今まで互いに切磋琢磨したチミたち二人は、切磋琢磨できてるんかな。ダイマックスポケモン勝負で、衆を決するべき。私たちが決闘？それが最後の修行？大丈夫？セイボリーさん。私に2回負けてるけど、それでもいいです？うむん。ルールはシンプル。勝った方が合格ね。合格者にはマスター道場秘伝の鎧を授けるよん。ついにここまで、やっと。でも。勝負の場所はマスター道場裏のバトルコート。あそこはパワースポット。あ、やっぱりですか？思う存分ダイマックスで。こうしてはいられません。迅速に、参じて、イメージトレーニングをしなくては。それではごきげんよう。私は先に向かいますね。あなたはヤドンのようにのんびりと準備しておいでなさいな。え、まだいい？ちょっと、今日は勝負する。なんかすごい外に繋がってたけど。セイボリーチンは生地センサーがあるもんだから、今まで本気で物事に向き合うことがなくってね。道場の訓練も適当にこなしてたのよ。あ、そうなんや。自分より強いっていうか、なんかそういう人が来たんが初めてってことなんかな。でもホタテチンが来てからあの子変わったね。努力できる才能がやっと花咲いたのかな。でもあのやる気が悪い方に向かわなければいいね。うん。なんか嫉妬でね、なんか行動しそうな、そういうところありそうやもんね。時間がまあ、あれなんで、挑むのは、次回にして、あとはじゃあ、できるだけディグダ探そうかな。時間、いっぱいね。誰？クレッピーか。なんせね、あ、いた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 。
なんて150匹探さないといけないですからね。もうこの、なんやろ、エリアに11匹まだいるんやろ。ちょっともう、もうめちゃくちゃ。ちゃうねん、ちゃうねん、ちょ、待ってくださーい。待ってくださーい。あの、チャリの降りたいでーす。マックスアップ。あんまりこういうドーピング系って使わないよね、私。また吠えるおる？結構、ちょいちょい見つけたけど、まだ50も全然見つけれてないもんね。おるよね、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 ここ。ここ入れるの？あ、よかったよかった。入れへんかと思ったけど、話しかけたら見つけれた。よかった。まるで畑の植物みたいな感じでね、おるけど、こん中、これは全部植物か。うん、なるほど。どこで見れるんやったっけ？なんか、縦札みたいなのなかったっけ？ディグダの角が書いてあるような。なんか橋渡った先とか、ちょっと待って、プリンちゃん。に書いてあった気がするんやけど。よいしょよいしょ。あー、誰か当たっちゃったー！ミミラルー！よいしょよいしょよいしょ。ここの、なんか縦札。これ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 。まあなんか全部であと何匹かよう分かれへんね。よう分かれへんけど、とりあえずまだまだおるってことだけは分かった。なんかもうほんまに一体こう探していくっていう感じなんだろうね。なんか駅の方とかあんまり探したりねしてないもんね。なんか絶対まだなんか探すの失敗してるようなところとか歩き、あ、いた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 、2匹おる2匹おる、ナイス。なんか向こうの方になんかアーチみたいな見えるよね。残り9匹。オッケー、残り8匹。あ、ヤードン絶対こっちにもおるよね。これさ、例えば探すの全然見つからんくて攻略見たりとかしたとしてもさ、なんかどこのディグダが探せてないかとかわからんなりそうじゃない？あっこにもおるんかな。大きな真珠、キラキラ取っとくか。星のかけら、プリンちゃん、プリンちゃんめっちゃおるやん。なんかラッキーとかさ、プリンちゃんってさ、なんかイメージ的にね、プリンはまあそこそこおったか、割となんか珍しいようなイメージがあったりしてたけど、特にラッキーちゃんね、わんさかおるね。あ、このなんか島渡ったりするのはまあまた今度でいいかなって感じやけど、私こういうさ、なんやろ、あの停止点じゃないマップがさ、まあ慣れてないっていうのとすごい苦手っていうのもあってさ、なんかどこ探索できててどこが探索できてないっていうのが全然分かれへんのよね。こんなんでディグダ探せるんかなーって心配にはなるよね。ケーシーか、何かと思った何かと思ったー。でこの辺もさ、一応今日ちょっと歩いたりはしたけどさ、なんかおった、あ、おった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 、おった感じせんへんって言おうと思ったらそんな感じでおるんやね。オッケー、残り7匹。のこのフィールドにもいっぱいおりそうやもんね。今これでエリア変わったから、それまでのエリアにまだ7匹もおるってことか。水の中とかさすがにおらへんよね、わからんけど。一応目は凝らしたいけど、だってさ、ディグダ水苦手やん。あんなとこ入ったらなんかずぶ濡れで、なんかここなんか探すのめっちゃ苦戦しそうやな。なんかすごい苦戦しそう。え、なんかこんなとこ来たことなくない？え、なんか全然来たことないとこ来た。でもここの地面やったらさ、ディグダ探しやすそう。やけどなんかちょっとね、ずっとこれ探してたら酔うわ。ポケモンですら私酔うっていうね。はい、じゃあ時間も多分いい感じなんで、この辺りで終了しようかなと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。